よ。なぜかそれができるかというと、各地の技術体系というものが武術と体質となりまして、こういった流れでもって皆さん稽古をしておりました。これもですね、これをこういうふうにやるんですね。これは何かというと、例えば打ってくる、打ってくるものがあって、それともそのままこうして痛いな、ちょっと言うんでしょうかね、こうにすれば、また離してしまえば何でもないですね。ですから、そういう時にパッとこう、こんなことは本来できません。ボクシングだとかってやってる人、こんなことをやってこう来て、こんなことしてたら心が落ちてきますからね。ですから、こうやはり強くならなきゃいけないっていうのはなぜかというと、はい、ちょっと、はい、ちょっと、この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 時の動作、瞬間の動作の時はもう遅れて、手元に入ってます。あ、いけるって言った時に、それでもって戻って、それから目を取るっていうのが、もうこういう感覚、こうです。それで、これでこう対してこう来ると、このまま行く場がありませんからね。ですから、これに対して、はい、それを戻る。はい、これ、はい、というようなやり方はしないわけです。はい、技術体系に基づいて、各道、普段の稽古がですね、普段の稽古。